あんた言ってることとやってること全然違うやん。矛盾してるやん。筋が通ってないやん。だから俺の言うこと聞いとけ。そんなのは通用しないね。意味がないことなんだよ。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスター、おかっちです。離婚しよう。今まで聞いたことない低い声で妻に言われた。そして俺は震えながら、いいよって言った。今まで7年間一緒に楽しいこと苦しいことを乗り越えてきた。確かな絆を育んできたつもりやった。でも一瞬で崩れた。今日はその話します。今までどこにも話してなかった。でも全部言いたいと思います。でもしかしたらこれ消さなあかんかもしれないんで、消しちゃうかもしれないですけど、今見ているあなたには伝えられると思うんで、自分の言葉で言いたいと思います。メガネいらん。その事件のきっかけは、弱ってる妻をほったらかしにして仕事に出かけようってした俺の態度やった。妻が言うた。おかっちはいいよねって、 YouTube やって読書してブログ書いて楽しいことやって自分が好きなことやって楽しそうよね。私は本当に苦しいの、動けないのよ、分かってんの。いや、何言ってんのって思ったからすぐに言い返したよ。え、だから何言ってんの。いや、俺は YouTube やってんのもブログやってんのも読書やってんのも自分が楽しいために、自分が楽しむためにやってるんちゃうやん。今ね、会社を閉じなあかんくなった、学校閉じなあかんくなった、子供たち来おへん、売り上げが上がらへん、その中で何かをやっていかないと会社が潰れるやん。でも何やったらいいかわからん。だから全部やろうって決めて、できることはとにかく全部やろうって決めてやってるんやんか。自分のためにやってるんちゃう、みんなのためにやってんねん。そんなこと言われたら悲しいわ。じゃあ妻が言うた。おかっち頑張ってるの知ってるよ、みんなのために頑張ってくれるの分かってるよ、で私を休ませてくれるのも本当に嬉しい、感謝してるよ。でもね、そういうことじゃないの、本当に苦しいの。ずっと見てるやん、ソファーで寝そべって何もできてないやん、廃人になってんの知ってるやん。そんな私をほったらかしにするの。いや、言うたよ。いや、ほったらかしにするのじゃないやん、休ませてあげてるんや。わかる？今ね、やらなあかんこと正直いっぱいあんねん。わかる？会社を潰したくないって言うたやろ、言うたやろ、言うのは簡単やねん。じゃあ潰さへんためにはやらなあかんことが山ほどあんねん。期限内にやらないと潰れてしまうんよ。従業員守りたいって言うたやん、守るためには出さなあかん行政の書類とかがあるんよ。誰が書くねん。優雅さんできへんやん、俺しかいないやん。で俺がそれをやろうとしてる、じゃあほったらかしにしないでって。じゃあどっちだ、会社を潰したくないんか、ほったらかしにしてほしくないんか、どっちなん、どうしたらいいね、正直分からへんねん。もう言うたよ、言葉整理されてないわ、気持ちのまま言うたよな、言葉選ばず。じゃあシーンってした、分かってもらえたんやと思った。だから俺は席を立って仕事の準備をしてた。じゃあ妻に言われた。離婚しよう。え？って離婚？ってなったよ。別れんの？離れんの？ってなった。でもな、正直自分も混乱してたから、この先どうやって未来を生きていくのか、どうやって二人で暮らしていくのかって分からへん。だからそのために今一生懸命やっている。でもそれをするなって言われたら本当に何したらいいか分からへん。だからそう思ったから俺も言い返した。いいよ、もう俺たちは今一緒にいない方がいいと思う、しばらく距離を置こう、
もうそう言って相手の言葉を待たずに席立って部屋を出て家を出ようとした。じゃあ後ろから、待ってよ待ってよ、ちゃんと話し合おうよ。部屋に戻った。でソファーに座った。そして妻が言った。何度も言ってるやん、おかっちが頑張ってるの知ってるよ、私のために、そしてみんなのために頑張ってくれてるの分かってるの。でもね、優雅が話したいのはそういうことじゃないの、そんな話がしたいわけじゃないの、求めてることはそれじゃないの。今いろんなこと考えて、いろんな情報が頭の中にあって、それを誰かに言っても誰にも理解されてもらわへん。孤独なんよ、寂しいんよ、辛いんよ、一人ぼっちなんだよなあ。そしておかっちがいなくなったらどうなる、おかっちと離婚したらどうなるよ、本当に一人ぼっちなんよ。私を見捨てないでよ、一人ぼっちにしないでよ。私は一生懸命頑張る旦那さんが欲しいんじゃない、立派な夫が欲しいんじゃないの。一人ぼっちにささない人が欲しいの、私を孤独にささない人、大切にしてくれる人がいいの、それを分かって欲しかったの、だから離婚しようって言ったの。分かった、ようやく分かったよ。自分にとって本当に大事なことは何か。それは妻と仲良く暮らすこと。会社も大事やね、従業員も大事、子供たちも大事、やりたいこともいっぱい溢れてる、いっぱいある。でもな、妻がいなかったら意味がないんだよ、楽しくないんだよ、面白くないんだよ、一緒に暮らしたいんだよ、仲良くしたいんだよ。それがようやく分かって、ようやく分かって、自分の大事なことは何なのかということがな、本当に大事なことは妻と仲良く暮らすことなんやっていうことが分かったんだよ。だからそれを伝えた。そしたら妻も分かってくれた、仲直りができた、本当に良かった。今やから分かる、夫婦の間に正しいとか間違ってるとかそんなのは無意味やねん、価値がないねん、意味がないことなんだよ。俺が言ってること正しい、だからあなたは喋らないで、あんた言ってることとやってること全然違うやん、矛盾してるやん、筋が通ってないやん、だから俺の言うこと聞いとけ、そんなのは通用しないね、意味がないことなんだよ。それよりも大事なことがある、正しいことよりも大事なことがある。それは孤独に刺さないこと、一人ぼっちに刺さないこと、味方でいること、それが何よりも大事なことなんや。それが離婚寸前まで大喧嘩して別れそうになったけど、そのおかげで俺は分かった。だから俺は決めた、これから先どんなことがあっても優雅ちゃんを、妻を孤独にささない、一人ぼっちにささない。楽しいことだけじゃない、嬉しいことだけじゃないよ、苦しいことも辛いことも、本当に向き合いたくないこととかもあると思う。でもそんな時にもちゃんとその気持ちを共にする、一人ぼっちにしないということ、我慢するとか、なんやろ、本音を言わないとか、そういうことじゃないで、言いたいことは言うよ、本音も言うよ、でも相手が言ってるその言葉、その言葉だけに反論したり、言葉だけに向きになって言う、そういうことではなくて、その言葉の裏にある本当の気持ち、本当の寂しさ、本当の悲しさっていう、それに寄り添っていきたいなって思った。だからあなたにも伝えたい、目の前にいるその大切な人を一人ぼっちにささないであげて、
味方になってあげてほしい。言ってる言葉だけじゃなくて、その行動も、そして裏にある裏側にある本当の寂しさ、それに気づいてあげてほしい。そして一人ぼっちに孤独にささないでほしい。そう思う。俺はあなたがあなたのパートナーと喜びを分かち合って生きることを心の底から応援してます。はい、そりゃいろいろとあるわな。ずっと一緒にいてたら本当にいろいろとあります。僕はね、そもそも平等でありたい、そして公平でありたいとか対等でありたいっていう気持ちが強いんですよ。じゃあ妻がそれを言ってるんやったら、それおかちやるよ、やるけれども、自分がやってることはじゃあやってくれよ、言ってることはやってくれよって思ったり、なんか言ってることとやってることが矛盾してたらなんか嫌になるとか、そんなんがね結構あるんですけどもね。もちろんそういうことも大事なんかもしれへんけど、本当に大事なことは孤独にささないこと、一人ぼっちにささないことっていうのが本当に分かったので、お伝えさせていただきました。なんかちょっとでも励みになったとか元気になったとかあれば、高評価ボタンを押していただいたら本当に嬉しいです。このチャンネルではとにかく生きる力が湧いてくる、そんな配信を全力でやってます。よろしければチャンネル登録とか、あのインスタとかツイッターもやってるので、そちらもフォローとかしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。あとコメントは全部見てます。そして全て返信してますので、お気軽にコメントも残してください。はい、以上です。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。さよなら。消さなあかんのかもしれへんな、この動画全部言った。